俺の名前はガブモン。ガブモン？変な名前。どうしてそんな名前なの？そんなの知らないよ。俺はガブモン。それでいいだろ？それじゃあ、なんでここにいるの？ここが俺のねぐらだから。ねぐら？お家じゃないの？お家ってなんだよ。お家は家族みんなで一緒にいるところだよ。あ、そういえばガブモンは家族いないの？家族？なんだそれ。家族はね、大好きな人たち、お姉ちゃんとか。全然何言ってるかわからない。ねえ、お姉ちゃん知らない？どこかに行っちゃったんだ。知らないよ。っていうか、お姉ちゃんって何なんだよ。お姉ちゃんはお姉ちゃんだよ。とにかく俺は知らない。お前、何でもかんでも俺に聞くなよ。じゃあ誰に聞けばいいの？自分で考えろ。そうだ、勉強しろ。わかった。僕、自分で勉強して、それでいつか大学教授になって。今度は君にいろいろ教えてあげる。別に教えてもらわなくてもいいけどよ。まあ、お前が教えたいならしょうがないな。どこだ？どこに行ったんだ？まさか、俺を見捨てたのか？俺とお前の絆はそんなもんだったのか？そんなことない。俺たちの絆は、絆は嘘なんかじゃない！本物なんだ！だから出てきてくれよ！秋春！秋春！秋春、夢か。しばらく見てなかったのに。くそ。どうして今さら現れたんだよ。俺は一体どうしたらいいんだ。いつまでこうしてりゃいいんだ。ピエモン様はいなくなったんだろ。でもよ、もしピエモン様が戻ってきた時にサボってたのがバレたら怒られるぜ。ねえ、そうだよな。真面目に見回りするか。あいつって、お前は裏切り者。チッ、待てー。待てー。
雪を守るため、そのために子供の姿になっていたの。ああそうだ、私はみゆきのために秋春の姿になっていたんだ。秋春？私の名前だよ。じゃあ教授はみゆきの弟で、前にこの世界に来たことがあるってこと？その通りだ。弟ってことはみゆきよりちっちゃいんだよね。あれ？でも教授は大きいよ。私にも理屈はわからないが、この世界で過ごす間は肉体の成長が止まるようなのだ。へえ、不思議ね。ちっちゃいみゆきがお姉ちゃんって、大きい教授が弟？もう何が何だかわかんないわね。あの、みゆきちゃんってもともとあんな感じだったわけじゃないんだよね。無口っていうか、不思議ちゃん？ああ、本来の姉はもっと感情豊かだったはずだ。主に魂を半分奪われたみゆきは、まるで別人のようになってしまった。私のことなどすぐに忘れてしまって、それでも大切な弟のことを探し求め続けた。記憶をほとんど失っても教授のことは忘れなかったのかよ。いや、忘れていたんだ。だってこの世界に秋春がいるはずがない。みゆき自身がその身の危険と引き換えに元の世界に送り返したのだから。なのにどれだけ止めてもみゆきはこの世界をさまよい続けた。あとはわかるだろう。レナモン、君は私の代わりとなって姉さんの心を守り続けてくれていたのだな。思い出したか？ああ、全てはというわけではないが、あらかたは。だから初めて春に、いや、レナモンに会った時戸惑っていたんですね。そうだね。小さい頃の記憶を忘れていたとはいえ、その姿に既視感のようなものを感じていた。もっと早くに確信していれば君たちの役に立てたろうに。気にしないでください。僕たち十分助けられてます。いや、情けない話だ。それに姉さんを助ける以外にも私にはやるべきことがある。それをやっと思い出したんだよ。やるべきこと？私がかつて見捨ててしまった、別れの挨拶もなく一人にしてしまった、かけがえのない相棒を救うことだ。その相棒が誰か分かっているんですか？ああ、だが私一人では難しいだろう。何遠慮してるんすか？俺たちも手伝いますよ。いや、ありがたいことだが、しかし一つ疑問があるのですが。なんだい？その教授の相棒が僕たちの邪魔をする可能性はあるんですか？残念だが、おそらくは。ということはこれからさらに厳しくなりますね。
そのかつての相棒と戦いになるんでしょうか。なんとか話し合いで解決できませんか。うん、もちろん話し合うつもりではいる。だが向こうは私への恨みが深いようでね。おそらく戦いは避けられないだろう。そうなれば君たちの力に頼らざるを得ない。そうですか。それなら覚悟を決めないといけませんね。そうだね。戦うことになると分かっていれば事前に対策はできるだろう。それに教授は仲直りしたいんでしょ。だったらきっとその気持ちは伝わるよ。まあ避けられねえんならやるっきゃねえよな。みんなすまない、ありがとう。みんな出発の準備をしてくれ。厳しい戦いになるんだからしっかりと。了解っす。準備ができたらここに集合。それじゃあ一旦解散。